こんにちは、青森放送の長澤瑠璃子です。私は今、青森県青森市の新町商店街に来ています。まあ、普通のいつもは商店街なんですけれども、明日からのねぶたに合わせて、ここがねぶたの運行ルートになります。まあ、今日は前夜祭も行われるとありまして、結構もう商店街の街並みにねぶたグッズとかがいろいろ販売されています。ちょっとこのねぶたの雰囲気を感じられますよね。そしてこの近くにアスパムがあるんですけれども、そこで今年運行するねぶたも見られるということで、早速行ってみたいと思います。アスパムの裏にありますラッセランド、ねぶた小屋が並ぶところに来ました。いろいろ前ねぶたがあったりとか、あと今日は1日なんですが前夜祭がありまして、今ちょっとちょうどリハーサルをねやっているところなんですよね。で、まあ、ねぶた小屋が並ぶラッセランドなんですけれども、ちょっとまだ今日はその前夜祭ということで時間もちょっと早いので全部が見られるわけではないんですけど、ちょっとオープンになってるところをいろいろご紹介していきたいなと思います。まあ、今回、まあ、完全復活としては4年ぶりになるねぶた祭りなんですけれども、昨年はちょっと台数を減らして、少しその跳人も事前受付という形で限られた人数でのお祭りだったんですが、今年はかなりもうフルの復活となりまして、ねぶたも例年22台なんですけれども、今年は23台とさらに1台加わっての大迫力のねぶた祭りになりそうです。とお話ししているうちに、こちらまずは見ていきましょう。パナソニックのねぶた回路ということで、あら今ちっちゃい子も、ね、写真撮ってるんですけれども、こちらです。パナソニックねぶた界のねぶた、こちらが孔雀明王と縁のおずねという北村蓮明さんの作品です。この孔雀明王とこの、ね、あの鬼たちの色の対比がいいなと思っていて、あとちょっとこの初のはしごだったりとか、この一番手前にいるお兄さんのなんか表情もなんかちょっと可愛らしげな感じがあって、可愛いっていう表現がいいのかどうかわからないんですけど、なんだろう、楽しい気持ちにもなる、そんなねぶただなと思いました。じゃあ続いていきましょう。こちらのゾーンは結構ねぶた小屋のカーテンが開いていますので、いろいろご紹介できそうです。あ、可愛いねぶたがいました。ペットボトルとチキンラーメンのあのひよこちゃんです。とこちらがいました。消防第二分団ねぶた会朝日ビールねぶたです。名前が田村丸、大竹丸を打つ内山流星さんの作品でございます。うん、鬼が真っ赤。この赤もちょっと珍しいですよね。この赤と緑っていうこうがっつりこう原色なんですけど、やっぱりこうビビッと。来ますね。見応えがあります。鬼のこの格好ポーズもいいですよね。前に乗り出す感じで近くで見るとすごく迫力があります。さあ続いてはどんなねぶたでしょうか。ありました。こちらは青森市 PTA 連合会のねぶたです。天狗と牛若丸、内山流星さんの作品です。うん、すごい、なんかちょっと珍しい感じがします。このねぶたのあの面のところにひげなんでしょうかね、ちょっとこう風を感じるようなかなり迫力のあるひげがついてます。このね前に出した手の感じもいいんですよね。ぜひゆっくり見てみたいです。後ろもどうなってるのか気になりますね。ちょっとねぶた小屋の中だと後ろまでっていうのは難しいんですけど、実際に沿道で見たら見られるので、そこも楽しみたいと思います。こちらのエリア、一番端にやってまいりました。青森自衛隊ねぶた協賛会のねぶたです。タイトルは、あ、真ん中にありました、三国志誓いということで、三国志歴史好きの方はたまらないんじゃないでしょうか。3人の武将たちが並んでいます。やっぱりこの目つきっていうのが他のちょっとねぶたたちとは違う感じがしますね。うん、この青い眼に秘められた思いみたいなのを感じます。
電気がついた時にも楽しみですね。続いては北村隆さんのねぶたなんですけれども、こちら大和大宮ねぶた実行委員会です。綱館ということです。ちょっとおどろおどろしい感じ、かなりこう、なんて言うんでしょう、怖いっていう感じのねぶたです。この怖さの迫力、なんか結構珍しいなと思いますね。結構こう手を前に出すことが多いんですけれども、足をバーンと前に出してきてるので、そのあたりもちょっとこう威圧感というか、なんかこう心がゾワゾワする感じがします。さあ続いて青森猟友会のねぶたです。こちらは昨年ねぶた大賞を受賞した竹並博夫さんの作品です。御頭天皇ということです。ちょっとお札が散りばめられているような感じで、なんか今までにないタイプのねぶたですね。かなりはっきりとした色使いで、なんか分かりやすい感じもするんですけれども、この札に込められた思いっていうのがいろいろあるんだろうなと思うと、より歴史も知りたくなりますね。アスパムから右手に行きました。こちらのおねぶたも見ていきましょう。空いてるところがちょっとしかないんですけれども、あ、早速ありましたよ。こちらは青森市役所のねぶたです。おー、こちらは主従の絆、牛若丸と弁慶。こちらねぶた師は福士弘明さんです。いいですね、牛若丸と弁慶の姿ということだと思うんですけど、迫力があるな。この表情がまた、まさにこう戦というか戦いっていう、そのねぶたの迫力が伝わってきますね。色使いもすごくこうちょっと色が濃い感じで、光が灯った時にどんな風に映るのかも楽しみですね。今日はこの後前夜祭も行われるということで、出店も出てきています。今日はラッセランド一部の見られるねぶたのみをご紹介しました。ですがねぶた本番は明日2日から7日までとなっています。明日は今日見られなかったねぶたも少しご紹介できたらなと思っていますので、そちらも楽しみにしていてください。そして本番は明日からということですので、ぜひもし実際に来られるという方はねぶたを生で、そして間近に見ていただきたいなと思います。火の灯ったねぶたはまた一味違いますからね、ぜひそのあたりも楽しみましょう。